ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙魔理沙。どうしたんだ霊夢。日本最強の霊能者ってどんな人がいるの？そうだな、リングのモデルとなった三船千鶴子。国家に二度の弾圧を受け、大本教の正史と言われた出口鬼三郎。平成の千里眼義母愛子など、多くいるから誰とはわからないな。出口鬼三郎って誰？昭和初期の日本では知らない人はいない、というほどの有名人なんだが。知らなかった、彼は、どんな人だったの？出口鬼三郎は、大正から昭和初期にかけて活躍した霊能者だ。国家神道に相反する新興宗教、大本を立ち上げ、それがきっかけで弾圧された人でもある。波乱万丈な人生、ぽいわね。今回は出口鬼三郎の知られざる生涯と、予言の数々をたどることにするぜ。面白そうね、お願いするよ。それではゆっくりしていってね。出口鬼三郎。出口鬼三郎は1871年の明治4年に、現在の京都府亀岡市穴尾で生まれた。生まれた時からその名前なの？いや、生まれた時は上田喜三郎だ。後に改名したんだ。ここでは、出口で統一するぞ。オッケー。出口は、幼い頃は体が弱く学校に通えなかった。だから、言霊について非常に詳しい祖母から多くを学んだそうだ。学校に行ってなかったんだ。賢い子供だったのかしら？全く学校に通えなかったわけではないんだ。しかし、神童と呼ばれていたそうだぞ。小学校を退学してるしな。小学校退学？1883年には教師との喧嘩がきっかけで、小学校を退学したそうだ。まさかの退学の理由が喧嘩。体が弱かったため小学校に上がるのが、遅かったのが原因だろうな。小学校を退学した後は何をしてたの？大洋教員、牛乳搾取場を経営など様々な職種に就いた後、宗教家の道を歩むんだ。宗教家になろうとしたきっかけは何だったの？父の死や、喧嘩での怪我を負ったことが原因らしい。小学校を退学するときに怪我したの？いや、出口が27歳のときに、地元の教閣との争いで生死の境をさまよったんだ。だいぶ大人になってからなのね。1898年3月1日に、松岡不要という紳士と、亀岡市内の高熊山の洞窟で修行したんだ。高熊山は霊山であり、その洞窟に導かれたらしい。一週間の修行を経て、出口は自分が救世主だと自覚したそうだ。いやー、まさかの一週間で。鎮魂鬼神法や心身学といった、様々な学問を学び、厳しい修行を積み、霊学会を立ち上げた。その後、出口は運命の出会いを果たすんだ。運命の人とのラブロマンス展開？日清戦争の勃発を予言したり、病気を治療していた、綾部の根人さんこと、老婆の出口直人だ。老婆とのラブロマンスではないのは残念ね。二人は、直尾教主、出口を会長とする、新たな宗教組織金明会を立ち上げた。金明会は8月には金明霊学会となり、全国各地に支部を置いて布教を進めていったんだ。全くロマンスの要素はないのね。1900年に出口は、直尾の娘すみと結婚して婿となる。ここで出口を二三郎と改名したんだ。出口は、教団をさらに発展させるため、京都府高天高級文書教育部本科に入学する。京都府高天高級文書って？今の京都国学院だ。国学院って神社本庁指定の、神職養成教学機関よね？そうだ、そこで学び、伏見稲荷山の、御嶽教西部教長などで働いたりしていた。他の宗教についても学んで、視野を広げていったのね。出口は教団を合法化するため、金明霊学会を、大日本秀才会と改名する。さらに1916年には弘道大本と改名し、裁判沙汰となる教義を発展させていったんだ。弘道大本では、出口の神格が認められ、出口が中心的人物として布教をしていく。直さんはご高齢だものね。1918年に直が死去し、出口はさらに積極的な布教活動に乗り出した。大正日日新聞を買収して記事を掲載したり、当時流行していた心霊主義を取り入れたりして、次々と信徒を獲得していったんだ。当時流行していた心霊主義って何？こっくりさんとか、死後の世界との交信する高霊術だ。こっくりさんって、そんな昔からあったのね。軍人や貴族までもが弘道大本に入信し、宮中で起こった事件について、出口に相談した宮中顧問官さえもいたそうだ。すごい人たちが入信してたのね。人脈がすごそうだわ。特に弘道大本の終末論は、今後の世界情勢に不安を覚えた日本人たちの心理に、うまく合致したんだ。信徒の数は30万人ほどまでいたそうだ。大正時代の人口が約5500万人だから、かなり多いわね。急激に信徒を増加させたから弾圧されたのかしら？そうだな、日本政府は危機感を覚えたみたいだぞ。1921年、出口は不敬罪、新聞紙法違反の容疑で起訴された。どうして不敬罪なの？大本の教義は国の根本原理を否定したからな。また、出口は天皇に代わろうとしたという理由だ。なるほど、なら、新聞紙法違反は？新聞紙法はいわゆる言論統制法だ。終末論を展開して市民を混乱に貶めたからなのね。
出口は、懲役5年が命じられたんだ。これが第一次大本事件だ。幹部らも不敬罪や新聞紙法違反容疑で逮捕され、本部施設の一部が破壊されたんだ。施設まで破壊されたのね。その後、出口は行動大本を大本に改名、さらに妻や幹部と共に総辞職したんだ。当時20歳だった長女に教主の座を任せ、霊界物語の口述を始めたらしいぞ。血縁者に譲っただけなら何も変わらないわね。ところで、霊界物語って何？1935年までに81巻83冊が発刊され、内容は宇宙の誕生から予言など多岐にわたる。そしてこれは、大元の経典となっていったんだ。そんな超大作の経典を読むだけで大変そうだわ。出口は、大元の教義を世界中に広めたいと思うようになっていくんだ。1924年2月にはモンゴルを訪れ、その後、エルサレムを目指したんだ。エルサレムまで目指すって無謀じゃない？結果的には失敗に終わったんだが、海外進出は諦めなかった。1929年に朝鮮、満州での布教を開始し、南アジア、南北アメリカ、欧州にも進出した。バイタリティに、溢れる人だったのね。また、出口は海外進出の傍ら、大元の右傾化も推し進めていったんだ。逮捕された後でも貴族や軍人さんも、まだ支持している人はいたのかしら？石原莞爾や、板垣征四郎といった軍人たちが、出口の愛国的な教えに影響を受けているぞ。出口は激しく日本政府の政策を批判するんだ。そんなことしたら、また逮捕されるじゃない。察しが良いな、政府は再び大元を弾圧する。これが、第二次大元事件だ。でしょうね、また不敬罪よね、きっと。1925年に出口は不敬罪で逮捕されるが、治安維持法違反でも逮捕されたんだ。今回は教団の施設は全て破壊され、大元に関連する団体も弾圧されたんだ。もう活動停止に追い込まれる形まで行かれたわね。1940年に出口は、第一審で無期懲役という判決を下されたからな。無期懲役なら活動できないものね。しかし、1942年の第二審では一転して、不敬罪を理由とする懲役5年となる。え？さらに大審院で審議が必要となったが、ひとまず1942年に保釈されたんだ。この時、出口は何歳だったの？71歳だぞ。もうご高齢だったのね。東京大空襲で関係資料が消失したり、敗戦の大謝令で不敬罪は無効になったんだ。1947年10月の刑法改正で、不敬罪は消滅したものね。保釈後、出口はどんな生活を送ったのかしら？農場で穏やかな暮らしを送りつつ、日本の敗戦を予言したらしい。戦後も国家神道や天皇制も厳しく批判し続け、1948年に満76歳で生涯の幕を閉じたんだ。波乱万丈の人生だったのね。これまで当てた予言。出口の予言にはどんなものがあったの？特に世界情勢に関する予言を多く当て、人々を驚かせたんだ。出口鬼三郎が当てた予言の、主なものを紹介していくぜ。どんなものがあるのか楽しみ。出口は、大正時代から昭和初期に起こった大きな出来事を次々と予知した。それはどんなものがあったのかしら？関東大震災や日露戦争の勃発だ。当ててるじゃない、それは、何かに書いてあったの？出口が口述筆記で完成させた、1921年の書物、霊界物語に、それらを予期しているかのような文章がある。また、この時点ですでに日本とアメリカが戦争を行うことも書いてあったんだ。太平洋戦争のこと？出口の太平洋戦争に関する予言は、非常に精度の高い予言なんだ。原敬が暗殺される2時間前に、原敬がやられたと言ったそうだ。特別なアンテナでも持っていたのかしら？他にも携帯電話やインターネットの普及といった、テクノロジーの進歩についても予言してるぞ。いろんなことを予言していたのね。そうだな、彼の本領がよく発揮されたのは、政治的出来事の予言だ。政治に関する予言がよく当たっていたのなら、戦争とかの予言も数多く当てていたのかしら？1931年9月18日の遊城湖事件から、1945年のポツダム宣言受諾までの、15年にわたる日本の対外戦争を総称して、15年戦争と言うんだ。出口はこの15年戦争の経過と結末について、かなり詳細な予言を行い、的中させている。戦争に関する予言は当たってほしくないわね。そうだな、出口も予言を当たらせたくないと反戦を訴えていたからな。日本とアメリカの間で戦争が起こるというのは、いつくらいに予言していたの？明治末期らしいぞ。そして大正時代には、大規模な空襲や日本が占領されることも予言していたんだ。日露戦争で大国ロシアを破ったあたりの時代よね。そんな時代にそんな予言をして、それが当たってるのだからすごい。第二次大本事件の裁判でも、外国が東京に空襲を行い、東京は焼け野原になるだろうと言ったしな。第二次大本事件の裁判って、真珠湾攻撃から7ヶ月後ぐらいの裁判だったわよね。そうだな、真珠湾攻撃が1941年12月8日で、第二次大本事件の裁判が1942年7月だからな。そんな時にそんな予言ができるなんて、本物の能力者だったのね。二
日露戦争で大国ロシアを破った日本は、欧米諸国への脅威となっていたし、日本が近いうちに大国アメリカとも戦争になるという予言は、ある程度政治に詳しい人なら、当時でも予想できたと言われているんだ。そうなの？でも、占領されるとか東京が焼け野原になるとか具体的じゃない？そうなんだ。出口がすごいのは、詳細な戦況の予知を的中させてることなんだ。詳細に的中しているのには、どんなものがあるの？1931年9月8日、出口は10日後に事件が起こると言ったんだ。1931年9月8日の10日後って、18日よね？9月18日って、まさか？龍城湖事件が起こったのが、9月18日だ。関東軍が満州の、南満州鉄道を爆破した事件。別の機会ではあるが、出口は西暦1931年、戦始め地獄始めの年である、ということも言っていたんだ。龍城湖事件は戦争のきっかけとなった事件だから、1931年が戦始めってのも当たってるわ。1942年8月7日に仮釈放された時に、私が出た日から日本の負け始めや、と、言ったらしい。1942年8月7日って、ガダルカナル島の戦いが始まった日じゃない。東京への激しい空襲、長崎や広島への原爆投下、ソ連が満州を侵攻、北方領土の占領、といった予言をし、的中させた。ガダルカナル島の戦いで、初めて日本陸軍が敗北したものね。負け始めや、という予言通り。出口は日本の敗戦だけでなく、敗戦後の出来事についても予言していた。敗戦後の日本がアメリカに占領されること。第二次世界大戦後は、アメリカとソ連の二つの大国が対立すること。これらも言い当ててるんだ。的確すぎて怖いわ。霊能力で未来を投資できていたのかしら？どうだろうな。出口は、軍人や中国の宗教関連団体と親しかったからな。もしかして今後の計画を聞いていたからとか？特に龍城湖事件は、関東軍が事前に計画して行った爆破だったからな。聞いて知っていれば、正確な日付まで予言できて当然ね。戦後についての予言にはどんなものがあるの？大将の地主が亡くなり農地は解放される。1947年には GHQ によって農地改革が実施され、地主制度が解体されたから当たってるわね。植民地の解放運動が起こり、世界中の植民地や属国は続々と独立する。1945年に国際連合が設立されてから、約100カ国の植民地が独立して、主権を獲得したからこれも当たったわね。アメリカは斜陽化し、二流国となり、アメリカはその政策を捨てず、ベトナムに手を出し、眼中にもなかった国に頭を下げたりすることになる、といったものがある。1954年にはベトナム戦争が起こったからこれも当たったわね。でもアメリカは二流国にもなっていないわね。その政策って、何を指しているのかしら？資本主義だと思うぞ。ベトナム戦争は、資本主義と社会主義の代理戦争とも言われる。資本主義陣営のアメリカが負けて撤退したからな。なるほど、なら、眼中にもなかった国はどこかしら？中国じゃないか？今じゃ中国は経済大国だしな。第二次大戦直後は大国ではなかったしな。戦後の世界情勢をかなり的確に予言してるわね。これから起こること。これからのこととかも予言しているのかしら？科学技術の進歩から世界情勢まで、多岐にわたって予言をしてくれているぞ。出口は、ロシアによるウクライナ侵攻をも予言していたそうだ。かなり先まで予言をしてくれていたのね。いつ頃に予言していたのかしら？1945年12月から1946年1月にかけて、鳥取県の温泉地で予言したんだ。その内容をまとめているのが、吉岡五刑事録だ。どんなことが書かれているのかしら？ロシアによるウクライナ侵攻、さらに第三次世界大戦が予言されている。第三次世界大戦？出口は神様とロシアの戦争が起こり、今の原爆の何千倍もあるやつや、毒素弾、生物弾など最終兵器を作るので、第三祭はこれからだぜ、本当の日の雨が世界に降り注ぐ、と予言したんだ。現在の状況を予想していたの？第二次世界大戦終戦直後に、この予言だ。2022年には本当に、ロシアがウクライナに侵攻したものね。核爆弾や生物兵器、化学兵器を用いた第三次世界大戦が危惧されているしな。ロシアは、新レーザー兵器や超音速ミサイルも開発しているのでは？って言われてるものね。新たな科学技術で想像を絶するような兵器が、開発される可能性がないわけじゃないしな。なんだか、当たりそうで怖いわ。また、神様とロシアの戦争によって、世界の人口は 2% 以下ほどに激減するらしい。今の世界人口が80億4500万人だから、世界中に1億6000万人くらいしかいなくなるの？ロシアは世界最大の核保有国だから、核爆弾を投下し始めたら、出口が言うような世界人口になるかもしれないな。でも、神様とロシアの戦争でしょ？ウクライナじゃないかもしれないわよね？確かに神様が何を指すのかは不明だ。しかし、様々な解釈が成り立つと思うぞ。例えば、超大国アメリカの権力がまさに神のようである、とすれば？アメリカとロシアという二つの大国が戦争をする、ってなるわね。
でも今までだって冷戦や代理戦争のようなものはあったから、今更じゃない？今回のウクライナ侵攻は、直接対決する可能性が上がっているんだ。確かにありえそうね。また、神様とロシアの戦争とは、ロシアが人間にはもはやコントロール不能な科学技術を、用いることを指しているのかもしれない。神への冒涜っていうことで、神とロシアの戦争と表現したのね。それもありえそうだわ。それから、神の国は日本を指す可能性もあるんだ。出口が活動していた時代は万世一系の、天皇が治める神の国日本だったものね。ああ、だから、日本とロシアの戦争だと解釈することもできるな。日本とロシアの戦争については、別のところでも出口は予言しているんだ。ひゃあ、出口は、死の直前に、俗水の進化を発表しているんだが、そこには要約すると、ロシアが北海道から日本に攻め込み、東京には核爆弾が落とされる。アメリカの権威は地に落ちる。最後に戦争が終わり、再び原始時代のような何もない時代が始まる。日本とロシアには、北方領土問題があるから、軍事衝突もあり得るわね。嫌だけど、ないとは言い切れないのが嫌だよな。それに、日本はウクライナ支援をしているから、それに怒ったロシアが攻撃する可能性もある。本当に、可能性がゼロじゃないのが嫌だわ。ロシアが日本に攻め込むとしたら、千島列島を越えて北海道から上陸してくる可能性が、一番高いしな。地理的に考えるとそうよね。さらに、出口は第三次世界大戦が起こったら、小松には一軒も残らないと予言している。小松って石川県の小松？自衛隊の基地がある、石川県小松市のことだろうな。第三次世界大戦では小松基地が日本軍の拠点になるのかもしれないな。小松には一軒も残らないって、小松は甚大な被害を被るってこと？おそらくな、出口はそう予言したんだと思うぞ。いずれにしても、ロシアが戦争を始め、日本は北から攻め込まれ、アメリカの権威が失墜し、世界が焼け野原となり、生き残った 2% 以下の人たちは、原始時代のような生活を始めるんだろうな。人類の滅亡までの時間を示す、世界終末時計の残り時間は90秒だもんね。これまでの歴史の中で、最も人類滅亡が近づいている時期だしな。そう考えると、出口の予言は嘘と言えないわね。出口は、日本が世界の中心だと主張しているんだ。そうなの？だから、もし世界が破滅するとしたらそれは日本から始まると言ってたんだ。戦争によって日本が甚大な被害を受けたら、それが世界に広がるってことじゃない？戦争以外にも日本を中心として、世界が滅びる可能性がある。いやあ、戦争以外でもだなんて。出口は人間にとって一番大事なのは水。水だけは大事にせい、水の御霊は生命の源。というように、水の重要性を説いている。確かに、お水はとても重要ね。自然はどうでもいいということに徹すれば、安易な破壊の道を進むことになる。とも言っていたんだ。そうね、自然破壊はダメ、絶対。だな、でもこれらの予言を考えると、自然をないがしろにした結果、水が汚染され人類が滅亡する、と解釈できないか？言われてみるとそうね。霊夢は、水の汚染と聞いて一番に思い浮かぶのは何だ？そうね、やっぱり原子力災害かしら。ほとんどの日本人はそれを思い浮かべるだろうな。2011年の東北沖大地震に伴う津波により、福島第一原子力発電所の事故があったから。そうだな、あの事故は1986年の、チェルノブイリ原発で起こった事故以来、最も深刻な原子力事故と言われてるしな。事故から10年以上経った今も、除染や処理水をめぐって課題は山積みだもの。日本政府は2023年夏頃に、処理水を海洋放出すると発表したしな。海に放出しても本当に大丈夫なのかしら？東京電力は、国の基準を下回るように、放射性物質を薄めて放出するらしいけどな。そう言われても不安よね。海洋生物たちに影響がないのかは全くわからないからな。もし放射性物質に汚染されたお魚が、私たちの食卓に並んだらって、思うとね。汚染された水を飲むかもしれないしな。そうすると、処理水の海洋放出は、自然をないがしろにする行為かもしれないわね。出口の予言が、処理水の海洋放出によって、的中してしまうかもしれないんだ。的中したら、放出された処理水は、世界中の人々に影響してしまうわね。現在ではほとんど知る人のいない、出口鬼三郎を紹介したがどうだった？出口の予言が的中する理由が霊能力じゃなく、客観的に物事を捉えて予測する思考力だったかもしれないけど、面白かったわ。現在の世界情勢を踏まえると、出口の予言は笑って流せないしな。本当にそうね。出口は様々な悲観的な予言をしているが、その根底には、自分が予言をすることで人々の意識を高め、予言した悲劇的な未来を防いでほしい、という思いがあったんだ。ただ聞き流すのではなく、心のどこかに留めて、第三次世界大戦が起こらないようにしないとね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よかったら他の動画も見てね。最後まで、ご視聴ありがとうございました。